バニラスカイ。女の子。ハピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます。シンガーソングライターのヨコです。今夜のバニラスカイも後ほど娘のシノンと一緒にね、楽しくお届けできたらなと思うんですけれども、まず今夜1曲目皆さんにお聴きいただきたいのは、実はですね、今週というかもう月末は私の大好きな大事な女性たちがお誕生日を迎えられるんですね。え、まあ、紹介しますと、私の3歳からの親友のひかちゃんもだし、いつもアコースティックライブやバンドでのライブね、鹿児島のピアニストの方でお世話になってるまゆみさんっていう方もお誕生日ですしね。あ、1月生まれの女性って優しくていい女なんだなっていう勝手にね、そういうね、あのニヤニヤした下心でありませんよ。んだけど心がこもりまくったね、そういう大好きなねお二人のお誕生日で、私までこうハッピーっていうね、とにかく二人とも生まれてきてくれてありがとうみたいな感じでね、この曲をお届けしたいなと思って選びました。それではお聴きください。ヨーコでラブレターズ。幸せのピース、今この両手いっぱいの愛を送りたい、心と心を続けてく明日。「
お届けしました曲はヨーコでラブレターズでした。それではお迎えしたいと思います。シノン、こんばんは。こんばんは。お久しぶりではありませんが、はい、最近いつもお付き合いくださりありがとうございます。どういたしまして。なんか幸せそうですね。何がですか？やっぱりまつげが伸びてるからかな。あなたの寝顔を見ながら。いいなあ。皆さん、私陽子の顔ご存知ですか？はい、あなたは知ってるでしょ。あのね、私はまあ美容代って言いますかね、唯一ねお金がかかってるのがまつげでございます。まつエクをねなくしてしまったら、んお兄ちゃんかな、お父さんかな。笑いすぎ。うちの母親のひどいことよ。あのね、息子たちはね、あ、まつげが長いねとか、一重だけどすごい長いねって言って、息子二人は褒めるのに、娘一人しかいないね、一人しかいない娘をよ、はい、まつげ全く褒めないのよ。うん。まあこの間ね、母もね一緒にまつげく連れて行ってみたんですけれども、はい、なんかね、うん、お母さんはまつげの長さも短くて、カールもあんまりかかってないやつなのに、うん、顔がちっちゃいからかめっちゃね、うん、生えてたね。可愛かったよね。うん、なんだけど私よ、カーブは結構きつめで長いの使ってんのに、何なんでしょうね、うん、やっぱ171センチあるからですかね。1センチ伸びたんですね。そうそうそう、去年1センチ伸びましたよ。もしかしたら172センチぐらいに今なってるかもしれません。あ、寝てますね。そうですね、ちょっとね体調を崩して寝とかないといけない時とかもありますので、うん、寝れば寝るほど伸びる、うん、皆さん、あの前回もお伝えしましたが、お金をかけて身長を伸ばすより寝てください。とにかく、はい、シノン寝ないとダメです。今のさ子供たちってさ、ほんと寝る時間ないじゃない。ないです。ねえ、今年だって受験生だけど部活結構遅くまであるじゃない。10月まで部活だしね。うん、この子いつ勉強するんだろう。11月だね。いや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 、もう今からしてください、ちゃんと受験勉強始まってますから。何が11月とか言ってんの。いや、部活が終わるのも11月なんで、まあ、だけど夏休みとか、もうとにかく部活と勉強、とにかくね自主勉強をね頑張らないといけないんですよ。これ以上言うとまつげの次に口うるさいのは勉強かっていうお母さんになってしまうので、うん、ここでやめときましょう。はいはい、じゃないでしょ。分かってんのかなこの子。わかります。とは言いつつ、また来年もソロアンサンブルコンテストのフルートとか出たいですね。ね、ですね。まあさ、続けていくことには意味があるなっていろいろ思うんですけれども、実はねラジオを続けて丸1年経ったじゃないですか。私よりあなたの方が喋るの上手になってると思いますよ。いや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 、なんか高校みたいにいや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 とかしか言ってないんですけどね。だってあのサウンドプロデュースでお世話になってるイッシーがですね、シーちゃんの愛の手上手だね、私褒められませんからね、えちょっとゆっくり喋ったなって言われたけど、だけど、うん、あのシーちゃんは本当あの間いいよねっつって、うん、私もそう思いますけどね。よかったね。でもね、よかったですね、うん、いやママが何も言われないのは、うん、あの上手だから指摘しなくてもいいと。皆さん聞きました。シノはちょくちょくだけだから、シノうちの子寂しいですね。ちょっとちょっと待って、いや私の出番少ないみたいな、うん、なんかちょっと少なかった。分かった、じゃあ来週はシノンが仕切ってくれていいよ。あ、台本書いてきてちゃんとあの文章を読む感じで、そう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 、なんだっけ、片言日本語みたいに聞こえるかもね、うん、カンペ、カンペ、いやいや、カンペ、カンペはさ、こうしてください、ああしてくださいってリアルタイムで出すんだけど、それをママが言ってください。私が出すの、うん、シノンが一人でシナリオ作るんじゃなくて、はい、始まりました、あハッピーです。あ、いいですね、いいですね。来週シノンジャックでお願いします、うん、いいですよ。マックスタイルさんね、四日市のね、お兄さん、うん、お姉さんアーティストですけれども、すごいですね。楽しいよね毎回ね、ラジオハッピーですじゃないですもんね。いや、ハッピーです言ってくださってるけど、なんかイントネーションが違うってことでしょ、そう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 、で最後バイバイハッピーもさ、うん、言ってくださるわけよ。嬉しいね、はい、そういえば、あ、そう、ありがとうございます。最近ですね、
ハッピーですっていう言葉をネタですかってよく言われてハッピーですっていうの流行らせようと思ってるでしょとか、鹿児島のね有名なラジオ DJ さんとか、うん、司会者の方とか、うん、で同業者のねそれこそアップルジャムの塚さん兄ちゃんとかもねこれネタやろみたいな感じでね、うん、まあ可愛がってもらえる一言でよかったですな、よかったですな、うん、なそれではですね今日はちょっと本命曲をお聴きいただきたいと思います。ミントチョコレートというねミドルテンポのね楽曲があるんですけれども、この曲6分もある大曲でございますけれども、今日はどれだけ皆さんにお聴きいただけるか分かりませんが、ヨーコのオフィシャル YouTube YOKO ヨーコ鹿児島で検索していただきますとミュージックビデオも出ております。ぜひそちらもご覧いただきたいなと、うん、若かりしあの頃のヨーコを堪能してくださいませせもう今年35ですからね、はい、全然もうでも30代でしたかね、前髪あったからまだ、あそうそう前髪作ると若返りますからね皆さんバレンタイン、あ愛しの彼にちょっとね可愛く見せたいな直前に前髪切ってみてください若い時にしかできません。そう 若い時とか関係ないんで若く見えるもん、ふんって鼻で笑ったね14歳にね若い時とかね今からですよ、違うね、あちょっと青春が、うん、青春がまあね若い時にも大人になっても、うん、何が青春がでもまあ青春っていうのは青春だって知ってから死ぬまで青春できますから、そこはちょっと後ほど詳しくお話ししたいなと思います。それではお聞きください、ヨーコでミントチョコレート。最後の恋の始まりは映画の中のワンシーンみたいに君のことだけ包んだメロディーたちが響いてたよ、いつもと同じ冬の道、ねえどうしたんだろう、もう誰かに恋するなんてないと思ってたのに、今だけ僕の前に残してた、今まで会えなかった時間さえそれすら全て愛おしい、これからは二人の音色重ねて一つのメロディーを日々今空に消えてゆくよ、隣で過ごす毎日や夢の中
お届けしました曲はヨーコでミントチョコレートでした。そうそう、青春って言いましたけど、私ね、一つね、思い出してシノンに伝えたいことがあったんです。それはカモンカモン人…カモン欲しがるなシノンにでしょ、シノンにでしょ、カモンでしょ、カモンカモンオッケーオッケー。ですね、みんなそのうちリスナーさんが家で勝手にやってくれって言うと皆さん、ラジオはうちの生活の一角をね出してるだけなので、まあね、楽しくてうるさくてキャキャピーピー静かな時ももちろんありますけどね。面白いよ。ないと思う、ないと思うそうかな、そうかな、まあ、私あんまり喋るのね、好きじゃないというか、まあ、苦手な方だと思うんですけど、まあ、それはちょっと置いといて、でシノンに言いたいことは、20歳になった時とかに、あ、大人だなってやっぱりみんな思うんですよね。でその数年後に10代の時の自分っていうのは学生さんとかだから、なんかね、多くの人が20歳の前半は年を人生の中で一番感じるんだっていうことがありまして、すごいすごい面白いよね。でシノンたちは18歳で成人するでしょ。あ、はい、だからもしかしたらその感覚っていうのが強くなるかもしれないし、あんまり感じない人の方が多いかもしれない、ちょっとそれは分からないけど、まあ、今まで私34ですけど、シノンを出産して、でシノンが幼稚園上がるくらいの頃かなまではすごく自分がね、おばちゃんになった気分だった。だからね、そういうね、本をね、たまたま本屋さんで見かけて買ったもんね。なんか見たことある気がする。あ、あとかも違うかもしれないけどね、読んでいくと25ぐらいまでが一番人生で自分の年を感じると。でその後は違う意味で自分の年と向き合うんだけれども、本当は若いはずの時に、なんで私は僕はこんなに年を取ったんだって思うっていうのが人の心理らしいんですね。だから私は思ったのね、そうか、この時私若いから何でもやっちゃえぐらいのさ、よし今しかないぞって逆の発想だと、すごくポジティブに前向きに自分の人生切り開けるんじゃないかなって思ったら、あ、シノン、誰でもそういうこと思うんだから、逆手にとって私は今これからよ、まだまだよ、ひよっこよみたいな感じひよひよひよ、そうそう、ひよひよしてるのよ私はと思って、恐れずにね生きていったら、あ、なんか自分に勝つんじゃないって、なんか勝ち組とか負け組とか言うけど、それって人と比べることじゃなくて、自分の中で自分の人生に対して、おし勝ったな、私今自分自身に勝ちにいってるなみたいなのが大事だと思うんですね。ひ、勝ったな自分自身に勝ったなそんな感じ、そんな感じ、そんな感じ、わかりました、わかりました。なので、とにかく、まあ、受験勉強がね始まって受験っていうのを初めてして、そこがさ、やっぱり自分の中の初めてのこうスタートライン、そういう自分に勝つためのね戦いといいますか、もうそういうことばっかりですからね。私なんかもね、この仕事決まるかな、決まってほしいなって、何日も、それが何週間にもなって、何ヶ月にもなって決まった時とか、うわよかったと思ったりしますしね。だからずっとね、その自分との戦いはついてくると思うので、で多分私がね34で感じてること、そして私よりも先輩方でも年齢関係なくね、人生経験豊富な方で、あ、ヨーコさんこういうのもあると思いますよって思われる方いっぱいいらっしゃると思いますけれども、ぜひ来週はシノンジャックなので、ありがたいお言葉もいただけますのね、メッセージでねお願いします、はい、嬉しいかと思います。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しておりますので、のでね、大事なことは2回言いましたよ、はい、宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛にお願いいたします。待ってますよ、待ってますよではですね、最後に今夜お聴きいただきたい曲、しーちゃん選んでもらいましょう。それではお聴きください、ヨーコで愛実。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな
真綿のような何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前にあなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたき一つほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中にずっと、この胸の中にずっと。お届けしました曲はようこで愛実でした。来週シノンジャックどうしますかね。まあどうせ BTS とかガンガン流すんでしょうねシノンジャックってそっちなんですね。そうですよ、シノンが立て作りますからラジオはね。ああはいはいはい、はい、皆さんコロナもね結構拡大しておりましてね、鹿児島も人数が多いです、沖縄もね大変ですよねっていうお話をしてて、もう2週間3週間経たないうちに鹿児島もね結構今までの人数上回るくらいの勢いで、子どもたちも手洗いうがいはね頑張ってるけどちょっとねかかってしまったとかもう防ぎようがないっていう状況もたくさんあるでしょうしね、誰がいいとか悪いとかっていうことではないんですけれども、とにかく私にできることっていうのは一刻も早く皆さんが大変な状況にあるときは楽になりますようにって祈ることであったり、今ねなんとか日常生活を送れている方はそのまま平和でいきますようにっていうお祈りしかないなと思っております。皆さんと音時間笑顔で一緒に過ごせる日を夢見てますので、今一緒に皆さん頑張りましょうね。では来週シノンジャックでお会いしましょう。もちろんバニラスカイを皆さんお聞きくださいね。ようこもゲストで出ると思いますので相手してください。来週はシノンのハッピーですが聞けますよそれでは今週1週間も皆さんにとってめちゃくちゃハッピーでありますように、せーのバイバイハッピー。